昨日投開票が行われた御前崎市長選では新人の下村勝さんが初当選を果たしました。旧御前崎町出身の市長は下村さんが初めてです。任期満了に伴う御前崎市長選は静岡大学の元教授で新人の下村勝さん54歳が初当選を果たしました。おめでとうございます。ありがとうございます。一夜明け下村さんには当選証書が手渡されました。それぞれの地域に特徴がありますので、地域に応じた政策を打っていきたいと、そういうふうに思っています。下村さんは旧御前崎町の出身、前の市長の後継者として立候補しました。御前崎市は2004年に浜岡町と御前崎町が合併して誕生しましたが、旧御前崎町出身の市長が誕生するのは初めてです。今まではね、全部ね、同じね、市でも浜岡の方、ね、元の浜岡の方の市長大きじゃん、そんなもんでね、向こうの方はね、道をね、直いてもね、こっちの方はね、直してないけつう ね、楽しみだね、どういうふうに変わるかね。下村さんは今月18日初登庁する予定です。